医大にいる時にああ弁護士になりたいなと思って。 司法試験の合格が昭和40年で研修所が終わって昭和43年から川崎の横溝法律事務所に就職してそれからもうずっと今に至るまで50年余り弁護士をしております。 女の職業っていうのはない頃は先生か看護師さんかお医者さんかっていう時代でしたからねお茶の水の食物会行って栄養士になろうと思ってたのそしたら明治大学の短大で法律と経済を教えてるっていうのを聞きましてねえー、短大で 法律と経済を教えてくれるなら私社会科が得意だったもんですそれで明治の短大へ短期大学へ入ってその法律科へ入って授業はとても楽しくてねあの民法は我が妻先生野田先生とかね 金子先生とかそれから市川先生って刑法では有名な先生がいてそういう先生が法学部ではいないような先生が女子部短大は女子部創立の時からの影響で一流の先生が来て授業してくれたのねそこで初めて放送弁護士検察官裁判官という職業がいいな私に合ってるなと思って。 短大放課にいた頃は、まだほら、のんきに遊ぶのが好きで、男子学生はみんな爪入りの学生服で、格棒をかぶって、みんな同じなの。女性だけはほら、自由な私服でいいわけです。で、あの頃はね、ちょうどくるぶしまであるようなロングスカートが流行ってて、みんなロングスカートで上にちょっと しゃれたもの着たりしてで今みたいに派手じゃないですけど放課後はみんな上野行ってみたり新宿へ行ってみたり銀座へ行ってみたりそれでまた集まってる子がねあの頃昭和29年から31年ですから戦後10年足らずの時から10年っていう間の時にあの女の子で法律と経済学ぼうっていう子はちょっとこう あのなん社会性っていうかそういうのに目覚めた子だったので議論が好きでそういう知的好奇心が旺盛だからどこかへ遊び行くっつって、えー、56人で行くんですけど行くとこも大概気があってねだからとても楽しかったですよ。短大ににいる時に ああ、弁護士になりたいなと思って。短大出ただけじゃ、司法試験受けれないんですよ。それで法学部の3年生に入学してだけど、本当に司法試験勉強する気になったのは、4年生の終わり頃でしょうかね。司法試験を受けるためのあの法制研究所っていうのがありましてね。記念館もう今ないけれど。 記念館があって一番駅に近い方のところを入ってすぐのところに結構大きい部屋もらってたの。特別放課研究室法学研究室司法研究室とかいくつかあったんですよね。 私法学研究室っていうの入ったんですそれぞれ受験生が勉強する机も与えてお茶ぐらい飲める設備もそれから指導官っつって司法試験に受かって裁判官成り立て弁護士成り立ての人をちゃんと講師として派遣してゼミもやってくれる童話も見てくれるっていうのをやってましたのでそこへ入ってそれから具体的に司法試験の 実ね明治卒業してから司法試験が受かるまでアルバイトに明治大学の法学部事務室で働かせていただいてたんですよ。浪人になってからもね法政研究所の書員としてただで設備を使い先生も与えられてで勉強したの。 司法試験浪にしてた時に私の一番上の姉の夫から母に手紙を起こしてほら長女の夫ですからね起こして政子は女だてらに法律の勉強なんかしてどうするうちへよこしてください言って聞かせますからってそうまだそういうことがあった時代。 社会科が好きだったのね。それで、その中学の時の先生が、君たちはこれからは社会の構成員の一員として、家族人とだけして生きるんじゃないよっていうのがあって、それで興味もそっちにあったもんですから、女性だと家事事件とか民事事件専門って言うけど、私はちょっと違うなと思って、労働法や社あの会社法を選ぶ。 そもそも選択したんですね。司法試験の選択科目で社会政策っていうのを選んだの。イデオロギーが影響する学問なんですね。だから司法試験じゃ一番受かりにくい科目っていうのなに、うん、変わりもんだね。破産法とかよってけばいいのにって言われたぐらい、ちょっとやっぱり変わった思考だったんでしょうね。それが後に良かったんじゃないですか。 労労働働法を学んだから労働事件をやることができたいろんなそういう実績を考慮に入れていただいて中央労働委員会の公益になったり労働省のね労働政策審議会の委員になったりしたっていうこととそれが労働法のおかげ <laughs> 記念館コード昔のね地下に何とか研究会とかっていう。 任意のグループ宛ての部屋が小さいながらいくつもこう地下に並んであったので私は心理学研究会っていう部に入ったんですよそこはね教授が必ず一人いてその先生が心理学の話いろいろしてくださってねだからねそこであの部活動で心理学を学んだっていうのはとても役に立ちましたね。 こういうに人間対人間の仕事が多いですよ。弁護士っていうのは。でこの人はどういう人なんだろうって言うと、心理学研究部にいた時に昔は絵を見せてそれでこの人は分裂型だとか双頭型だとかっていうそういうのも結構勉強したんですよ。そういうことがねあの対人間で人と会う時に判断の基礎にそういうのが役に立ってるなと。 思うことがありますだから短大からそれから法学部に行ってからもその研究部にはずっと所属してましたの。明治大学での司法試験の勉強を何年間も無料でさせていただいて受からせていただいたということとたまたまそのさっき言った。 法政研究所で1年先輩が夫になった横水徹だったんです私が司法試験に受かってすぐ結婚したもんですから横水徹という人は私の仕事に理解のあるしかもとてもリベラルな感覚の持ち主だったのだから職業と大事な配偶者と 両方とももう本当に明治大学には恩義があるんです。生涯かけてのありがたいなと思ってるんです。